それでは今回もコメント返信やっていきます。まず最初のコメントがこちらです。情報修正楽しみすぎるんだよな。援護タイプにするんならがっちり援護にしてほしいということで、ねえ、レジェンズリミテッドで援護タイプってどうなんだってなると思うし、お前破壊神でしょうってなるよね。破壊神が援護する側なんかって。で、今のビルスを見てると、援護するより援護される側っていう感じなので、まあ、しっかりとね、ウィスみたいに、控えに戻ったら髪の毛の火力を上げてくれるとか、こう特殊アーツを使ったら、こう控えの髪の毛の能力低下を解除しちゃうとか、なんか、援護らしい援護をしてほしいですよね。特にね、ユニークアビリティも、メインアビリティも援護するような能力はついてないんで、まあどうせ援護タイプで強化するならね、それぐらいしてあげてもいいんじゃないかなと僕は思いますね。お次のコメントがこちらです。ビルス単体でぶっ壊れたらフラグメントつけると化けるし、ワンチャンそこまで強くならないかもですね。それかフラグメント弱体化とかということで、今までドラゴンボールレジェンズで弱体化って一切ないんですよね。バカ野郎でさえ弱体化入らないし、多分フラグメントなんでもってのほかだと思うんですよね。だから、ビルスの調整次第っていう、運営の腕の見せどころって感じじゃないですかね。だから、まあ、ほんまにレジェンダリーフィニッシュだけが追加されるってなると、さすがにダメでしょ。さすがにダメだと思うので、まあ、ステータスの上昇とか、その辺はしっかりと行ってくれると思うんですけど、そのビルスを強くしすぎちゃうと、今出てるレジェンズリミテッドのベジータが使われなくなっちゃうっていうのもね、それはそれで問題だと思うので、難しいですよね。難しい。なんでベジータ緑で出しちゃったんだろうっていう感じはあるんですけど、まあまあまあ、って感じですかね。はい。お次のコメントがこちらです。なんでかビルスごとつしてます。ロゼ、ウィス、ビルスでかなり火力が上がるんですよね。情報修正入ってウィスいらずにでもなれば、緑枠は、レジェンダリーフィニッシュベジータじゃなくてもいいと思ってますということで、どうなんでしょうかね。まあ、ウィス今でも強いけどね。今でも強いとは思うけど、そのビルスと組み合わせて使うってなったら、ほぼ確実にウィスが必要になってくるのかなっていう感じはありますよね。ただ僕個人的にはレジェンダリーフィニッシュ持ってるベジータをまだ使ってたいっていうのはあるんで、なんか差別化はしてほしいですよね。ビルス援護タイプなんで、しっかりと援護に偏ったステータスとか能力にしてあげるとか、その代わりベジータはこう火力特化にしてあげるとか、そういう差別化ができれば、割かしいろんなパーティーが組めて、楽しめるんじゃないかなと思うんでね。運営さんは、ここですよ。ここで腕を見せてください。ということで、以上でコメント返信終わります。こちらの動画にも、どんどんコメント書いていってください。それでは本編、行きましょう。皆さんこんにちは、キスケです。今回はドラゴンボールレジェンズの大型アップデート予告第3弾ということで、新情報が出たのでそちらの方を紹介していこうと思います。見ていきましょうか。全開覚醒実装。対象キャラクターの Z パワーを3000個以上集めると、さらなる強化、全開覚醒が可能に。全開覚醒すると性能強化に加え、パーティー全体を強化する全開アビリティが付与され、さらなる強化の道が開くぞということで、まあ実質情報修正の情報ですよね、これは。なんて言うかな、情報修正じゃなくて Z パワー3000個あれば弱いキャラクター強くできますよっていうものですよ。 そういうことです。で、この対象キャラクターってあるでしょ？あ、やべ、隠れちゃった。対象キャラクターってあるじゃないですか。これが、まあ、どういうキャラクターがいるのかっていうところですよね。まあ、イラストにある通り、
初期悟空は確実に、まあ、覚醒できるとは思うんですけど、まあ対象キャラクターっていうことで、まあ複数体いるのは間違いないんでしょうけど、多分ね、まあさすがに情報修正すべきキャラクターを、まあ持ってくるんじゃないかなって思います。これがもし、全キャラクターに適用されるのであればね、もし。これはさすがに荒れると思うので、さすがにね、まあ初期メンバーあたりだと思います。これね。これ既存の Z パワー、ここ。これが、まあ、3000個以上あるキャラクターは、まあその全開覚醒ができるっていうニュアンスで合ってますよね、多分。そうじゃないと厳しいですよね。また1から3000個をこいつのために集めないといけないってなると、さすがに厳しいと思うので、多分それ、そういう感じだとは思うんですけど、で、Z パワー3000個っていうのはどれぐらいなんかって考えたときに、星5凸の、6凸いかないぐらいですね。うん、半分とちょっと、プラスアルファっていう感じなので、まあ、もしね、初期悟空、これ確実に全開覚醒できるとは思うんですけど、もし Z パワー3000個なければ、覚醒はできませんっていうことだと思うんですよね。うん。まあ、結構珍しいか。でもそういう人は。そうですよね。うん。多分これ、どうなんだろうね。今までの情報修正だと、まあ例えばピッコロさんとか、こいつ、ステータスが上がって、で、まあもろもろ、ちょいちょい強化されたっていう感じだと思うんですけど、さらに強化されるってことなんかな。これは全開アビリティがどういうものか全くわかんないんで全開アビリティがどういうものか全くわかんないんですけど、多分この Z アビリティの枠が、全開アビリティに変わって、まあ、ものすごい、バフをしてくれるようになるっていうニュアンスで合ってると思います。なるほどね。ただ情報修正するだけではなくて、ある程度プレイヤーのね、ガシャも回してないといけないよっていう感じになったわけや。はー、なるほどね。これ厳しい人いるよね。例えばさ、この僕からしたら、このスーパーサイジン2の孫悟飯、こいつ情報修正入ってもおかしくないキャラクターだとは思うんですけど、まあ右下見ていただいたらわかる通り、 Z パワーが1200しかないので、もしこいつが全開覚醒の対象キャラクターだとしても、僕は覚醒できませんっていうことなんですよね。うん。そう考えると、前までの普通にポーンってこのキャラクター情報修正しますっていう感じでやってくれた方が、わりかしいろんなプレイヤーからにも支持されるキャラクターになるんじゃないかなとは思うんですけど、まあまあまあ仕方ないことなのかなどうなんでしょうかね。うん。まあこの仕様が嫌だなって思う方絶対いると思うし、まあその辺は全然許容範囲ですよ。運営さんっていう人もいるだろうし、まあ意外と意見が分かれそうな大型アップデートの予告になったんじゃないかなとは思います。はい。絶対出てくるよね。絶対出てくるよね。星5つあるけど3000個はないんですよっていうキャラクター絶対いるよね。あ、結構わりかし3000は超えてんな。うわ、ギリギリ。いるかな。あ、意外とか。スリパ。あ、だからこういうさ、こういうキャラクターが出てきたらちょっと、歯がゆいっすよね。例えばまあ、セリパが、この対象キャラクター、全開覚醒の対象キャラクターで、Z パワーが2500しかないっていう。これができませんってなっちゃうと、まあ、わりかし厳しい人たちは出てくるんじゃないかなと思います。はい。ということで、今回の動画は、大型アップデート予告第3弾、ついに、初期悟空、情報修正入りますという告知だったのかな、これは。うん。まあ、この辺が怪しいですね。はい。ということで、よろしければチャンネル登録と高評価、ぜひともよろしくお願いいたします。Twitter のリンク、概要欄に貼ってるんで、よろしければフォローもお願いいたします。
それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。